回は便利な超強力マグネット活用術5選を紹介します。 1. ディスプレイに大活躍。100均の強力マグネットは立体物を吊るすのに使えます。スイングマスコットとかいけそうですよね。100均の型抜きフェルトと強力マグネットをグルーガンで固定してバッチ用の押しピンを作っていきます。素で刺しても可愛いし、位置も微調整できていい感じです。 2. 小物収納も楽々。超強力マグネットなので、いろんなところにピタッと収納できます。コスメポートを作成しました。お気に入りのコスメにマグネットを貼り付けてみました。ダイソーの名刺ケースにコスメの中身を取り出して、マグネットシールを裏側に貼ってコスメパレットを作りました。荷物が減るので旅行に行くときに活躍します。 3. 重たいものはしっかりと固定。カー用品で販売している磁石式スタンドは結構高いので、100均の小型強力マグネットを使用し、重たいカーナビもこの通りになります。意外と使えます。こっちは玄関の DIY です。この端にタイルと強力マグネットをくっつけて鍵置き場を作りました。全部100均のアイテムなんですよ。超強力マグネットミニを額縁の留め金の部分につけると、フックなどで引っ掛けることなしに鉄製の壁などにくっつけることができます。4. 壁やポスターなどを傷つけずにディスプレイ。超強力マグネットをマスキングテープで貼り付ければ、壁を傷つけずに缶バッジなどをひっつけることができます。画鋲、ポスター、超強力マグネットの順でポスターに穴を開けずに貼ることができます。超強力マグネットなのでしっかり貼り付けられますよ。 5. ある程度の厚みにも耐えられる。小さくても磁力がすごい強力マグネット、多少分厚い素材でもしっかりとひっついてくれます。硬質カードケースと超強力マグネットをホワイトボードに貼り付けます。この通り、置物の固定にも効果絶大です。スノコ DIY、 スノコ、足場、ネジ、マグネットで簡単紅茶スペースが完成しました。いかがでしたか？マグネットの大きさは数種類ありますので、お好みのマグネットを購入しましょう。いつもご覧くださっている方、また初めてご覧くださった方、ありがとうございます。この動画をたくさんの方にご覧いただけるよう拡散していただけるととても嬉しいです。コメントや改善点などもお待ちしております。ご協力いただける方は最後にグッド評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。